悟空もベジータもやはりサイヤ人。この戦いを楽しみにしているようだ。分かってます、ピッコロさん。僕たちが中心になってチームプレーをしていきましょう。さあって、そろそろ時間ですよ。とにかく勝手な行動は慎め。分かったな。それでは皆さん、手をつないで輪になってください。フリーザと仲良く輪になれというのか。よし、みんな行くぞ。おい、早くしてください。ちゃんと輪にならないと飛べませんよ。よりによってフリーザなんかと。そんなに私のことが怖いのですか。何？だからチームワークだと言ったばかりだろうが。ほら、これでいいだろう。くそ。大神官様、第七宇宙戦士たちが揃いました。了解しました。地球の、いや、この宇宙の運命はあいつらにかかっている。頼んだわよ、みんな。